中東のオマーンを訪れた川野外務大臣は、ファハド副首相らと会談し、日本が掲げ、外交戦略、自由で開かれたインド太平洋、戦略への理解を求め、インド洋などに、して地理的に重要な位置にあるオマーン、連携していくことで一致しました。野外、大臣は、日本時間の27日夜、大人、先の、マーンで、ファハド副首相あら、以内相と三者で会談しました。この、新、オマーンが、日本が中東から輸入、る、油のほとんどが通過するホルムズ海、や、インド洋にも表する地理的に重要な、をにあることから、法の支配や航行の自、などを重視する日本の外交戦略、自由、開かれたインド太平洋戦略に理解と協調を求め、ファハド副首相も支持する考え、示しました。この後、河野大臣は、内外相と個別に会談し、核、ミサイル、ヒラを続ける北朝鮮問題をめぐり、北朝の、働者が外貨獲得の手段に使われてい、として、制裁の抜け穴にならないよう協調を求めたのに対し、アラワイ外相は、し、仮した対応で北朝鮮に厳しいメッセージを送ることが大事だと応じました。さらに、河野大臣は、中東への関与を強たいとして、アラブ諸国が警戒感を抱く、なんとも良好な関係を持つオマーンとの、関係を強化していきたいという考えを伝え、